ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのサッチーこと音の幸と、ななちゃんこと山本七海と、みーみこと星名瑞希と、ちはちゃんこと勝木千春の4人がお送りしてます。せーの、始まるばーい。ってからしいです皆さんは宿題は先に終わらせる派ですか、それとも最後にまとめて終わらせる派ですか？私は、はい、放っておいてしまって最後に頑張らないといけない最後に終わらせようとして残しとくんじゃなくて気づいたら終わってます私は最初にやるぞって、最初に終わらせるぞって意気込むの、でやるの、でこんぐらいやればちょっとぐらいいいやろって思うの、で結局半分残っとって後半と前半に終わるめっちゃやるタイプ。ななみは夏休み始まる前の昼休みとかにガチるのよ、うん、あ、発表されてんの、この発表されてるやつ、うん、ちょっとあるからそれをやって、あんまこんだけやっとけばってさっきの同じ、うん、あでもやらないとやばいなって、その残った分をスイッチが入る日あるやん、あ、わかるわかる、でそのスイッチ入った時にもやれるだけドバドバやって、最後言ってそんなに残ってないことが多い。あ、本当。でも人生初めての夏休みに宿題がない1年、え、なんか別になんかまあないのは嬉しいことなんだけど、うん、そういう思考になってなかった、あ、私からないっていう あれじゃないかも、なんかね、うん、何でもないです私は毎日コツコツやろうとするんだよ、うん、で何日かやってで、あ、今日はいいかなって、明日やれる量だしって思って残して、うん、まあそれが溜まっていってさ、うん、例えば漢字100個書くってするやん、うんうん、たださ毎日2個ずつ書けば終わるやんとかあり、うんうん、それ無理なんだよ、無理無理無理、毎日やんないもん、そう週に10個とかにする、週に10個、でもなんか何個ってこと、みんな全員部員ちゃんと最後まで終わらせる派、いや、ワンチャン先生によってこれはワンチャンでもいいなみたいな、で、すいません忘れてきましたとか言ってわかる、私は期限までには終わらせる派だった、どんだけ溜まっても、じゃあ全部終わらせたの、始業式に出すやつは、うん、たまにさ始業式過ぎて出すやつあるよね、分かる分かる、最初の授業でとかあるから、うんうんうん、そう、それは後回しにするわ、先に出すやつを、分かる分かる、はい、というわけでこれをお聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-084 で27-084 で、メール niji@771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページアプリからも受け付けておりますので送ってね、待ってます。それではここで一曲聴いてください、ミルクセーキでわらわファンタジスタ。
トークのコーナーでございます。はい、やってまいりました。あの今回のテーマはですね、はい、今ね、うん、今旅行に行くとしたら、うん、どこに行きたいですか。あ、じゃあ今この季節、この季節どうする、日頃日頃この季節にする、この季節、今この瞬間、来週、来週、明日から今でしょ、うん、この季節の、この季節に今から行くならどこ。でも夏に行きたくないとことかあるやん。あ、そうそう、今の気持ちだけがいい、それ踏まえて、うん、あ、気持ちだけ、気持ちだけ、夏だからっていうのをすると限られてくるから、限られた方がいいんじゃない、気持ちだけ今、気持ちだけ。なんかディズニーとかもさ、夏には行きたくないとかあるやん、今行きたいけど。そういうこと、夏も楽しそうけどね、まあどっちにだんだんとりあえず行きたいところ、今の気持ちで行きたいところ、うん、どこがあるかな、決まってる人はい、私決まってる、あの私は東京に行きたいです。おお、あのハリーポッターが好きで、うん、そのハリーポッターの施設ができたじゃないですか、うん、あ、東京にできたの、あれって、そう、東京なんだ、なんか豊島園で、へえ、そうなんだ、9と4分の3番線を見に行きたい。なるほどね。コロナに USJ に行った時に、うん、マントも杖も買ってないから、うん、あの買いたいです。あ、そういう、ここで売ってるの、そこで買えるんだ、多分買える、高いよね、高い、はい、USJ でも高かった。ハリーポッターわかんねえんだ。私もわかんない。ハリーポッターわかんねえんだ。ハリーポッター見てたら寝るんだよね、私。ボンブは少ない。ボンブは少ない。やばい、あれ。でもたまに読んでる人いるやん、あれ。ねえ、わかる。ね、絶対に読んでない。ハリーポッターね、読んでみたいと思うんやけど、なんかちょっと一歩が出ない。あれを借りようと思えないんだよな。そうそうそう、映画。絶対1年かかるのね、あれだよね。でもシャチがなんか見てないの意外。え、映画も、映画も1ミリも見たことない。なんか意外。確かに言われてる。マジ、うん、ハリーポッター顔してる。とりあえず映画好きな人って、そう、とりあえず見て、でもまあそんなにハマらんかったけど、まあ面白かったよみたいな。性格的に見てないんだと思うよ。見るなら1から見たいかだと思う。中途半端に例えば金曜ロードショーでやってますとか、最新作が公開されましたって言われても、1から見たいけん途中からは見たくなくて見てないんだと思う。長いもんね、ワンピースみたいな。そうそうそう、だけど順番に見たいけん新作が、新作が出たら1から見らないやん。それが一旦時間かかるけん置いてるんだと思う。でも見たら普通に見そう。チラは何が好きなの、ハリーポッターの。何が好き、ドビー。なんかさ、私ドビーが好き。ドビーって言われても私ドビーが分からんけど、なんかこの話は耳が出てるヨーダみたいな、ヨーダってなんだっけ、ヨーダってなんで、おじさんエリアみたいな。いや、ドビーは悪い子ですとか言って自分を叩くんですよ。なんか召使いなんですよ。へえ、めっちゃ見た目良くないけどさ、可愛いよね。あの子可愛い、肝可愛い、肝可愛い。いや、見てみたいとは思うけどね、なかなかね。金曜ロードショーも途中のやつしかないもんね。そうそうそう、しかないもんね。でも金曜ロードショーで映画見たくないんだよね。あれさ、地上波版でさ、例えばグロいシーンカットされてたり、ちょっとこうね、カットされてたりとか、時間に収まるように作られてるから、やっぱフルで見たい。もう金曜ロードショーフルで見れないの結構悲しくて。結構9時半が9時までなんだよね。あー、そうね。そっから帰ったら絶対フルで見れない。だから最近ちょっと見れてなくて悲しい。録画とかはしないんだ。録画は、なんかしなくなった。なんかね、テレビの都合でね、YouTube とかをつなげた代わりに、ああなるほど、いいし、なんか別に見れるやん、まあね、できんがっていう、見よう、見ようと思えば見れるもんね。全然見なくなった。かわいいな、テレビの。七海家のテレビの。前までジブリとかあったら絶対見よったけど、妹がめちゃめちゃジブリオタクで、ほぼ DVD 持ってるのね。ジブリってね、ネットフリとかないのよ。そうそうそう。だから妹に電話すれば、これ返してって言ったら送ってくれるから、そう、もう強い。だからジブリだけはちゃんと見たいの。他のやつはさ、調べたらワンチャンあるやん。ワンチャンある。そう、でもジブリってね、あんまなくてね、どこにもないの。そうなんだ。でもテレビもどんどんなんか放送せんくなってきよるやんか。だって今年ホタルの墓やってないでしょ。だからずっとやってないでしょ最近。あ、そうなんだ。だからそういうの嫌だよね。見たことないホタルの墓。みんなみんなもう苦手なやつ。こんな話からそれちゃった。そうね。映画の話で中央しか言ってない。旅行、私あんま思い浮かんでないな。今あんま行きたいとこないな。東京ってそのハリーポッターだけ？
あ、でもあれスカイツリー登ったことないから、あ登りたい。確かにね。確かにね。でもあれ高いですよね。登るまで。1000円ぐらいじゃないかな。あ、もうちょっと高いね。お金の話。お金で高さの話かと思った。1200円ぐらい。ちょっとまともに登ったことないけど。高かった。だから私コラボでしか上がったことない。ももクロがコラボしてて、こう、あの、螺旋のスタッフのとこに全部ももクロの歴史みたいな。へぇ、すごい。があって、それに行くために行ったけん、多分プラス入場料払ってるからさ、それでしか行ったことない。パチがなんか、コラボしたんかそう、コラボ。すげえと思って。なんとかコラボとかでしか行ったことない。東京ドームもそう。東京ドームじゃねえ。東京ツリリ。東京ドーム。東京ツリーもコラボで東京ツリーカワーに謝れカワーえ決まってる二人水人だな。いや私もね東京なんだよ。あ、そうなんだ。そう、なんかさ遠征とかでは行ったし、うん、1回行ったことあるんだけど、うん、マジで浅草しか行ってないのね私。よくる家族で行った時も浅草だったんだよね、うん、だけんスカイツリーは登ったんよ。だけんそうけどあのまあなんか登ろうとしたよね。そう。でも意外と歩いてたら遠かったのね。なんか近そうに見えてめっちゃ遠いねってのを諦めてたんよ。そうで、なんか新宿とか原宿とか、なんかいわゆるそのキラキラした感じの街に行ったことがなくて、だけん一回ぐらい行ってみたい欲がすごいのね。そう。だけんなんかこれをしたいっていうのはないよ別に。その街に行きたくて。わかる。そう。この気持ち。そう。ただ私はちょっとだけケチだからそこで何か洋服とかを買えるのかって言ったら、うん、あの旅行とはいえちょっと拒んじゃうかもしれなくてカメラって買わないかもしれなくて、うん、っていうのとあとはなんか東京って別にこれがなんていうこの食べ物が名物ですとかないけど、うん、なんか綿菓子がちょっと可愛かったりとかするやん、うん、長崎にもあるけど可愛いものとかがあるけん、うん、そういうのをいろいろ食べたい。ベビタピとか行きたい。ベビタピしてほしい。それを見てたい。そう。あとシンプルにディズニー行ったことない。東京じゃないけど。ああ。千葉か。千葉だよ。けどまあ一応東京。東京見れてるのかな。見れてるのかな。と行ったことなくて、でもディズニーはあんまり知らないのね私が。えでも行ってみ。うん。でも私もほぼあんま知らんけど。深くは知らんけど、うん、行ったらディズニーランドとかシーっていうものにハマる。ああ、なるほどね。だけどそのシーの方がさあれでしょ、絶叫系が多いんでしょ、うん、だけど行きたいのはシーなんよ、うん、けどなんか行くってなったらなんかやっぱランドなんかなとか思ったり、うん、でもランドに行って知らんけんディズニーのこと、うん、あーってなれるかが不安。そう、行ったとて分かるのか自分っていう気持ちがあって、うん、多分簡単になるよ。簡単になる、うん、あ簡単にそうなる。あ、そうなる。行ってしまえば。うんうんうん。どこ行ったのかな。私は、なんか1日目にそのディズニーとかユニバとかそういうテーマパーク系に行って、うん、2日目とかに私割ともう行き当たりばったりで歩くの好きだから、うん、行きたいところとか地域、うん、だけはその決めといて、うん、だからそれこそこの前水木と浅草行った時も決めてなかったよね、うん、お店の方とか、うん、でそういうなんか自然見ながら歩くの好きでだから1日目活動的にして2日目そういうのをしたいっていうプランで、うん、そのユニバが修学旅行とあのミルクセーキで1回大阪遠征の時に行ったユニバしかなくてプライベートで友達と行ったことがないので、うん、だからめっちゃ今プライベートでそういうのに行きたい。普通に行くんじゃなくて制服着たりとか、ああ何かしらいつもと違う特別な格好をして行ってみたい。ユニバのハロウィンとか興味ないの？ハロウィン興味あるけど、ユニバのハロウィン怖そう。めっちゃ怖い。動画見ただけで結構怖い。ユニバのハロウィン怖そう。だからゾンビですっけ？そうそうそう。やだ、ゾンビになっちゃう。え、あれって追いかけてきたりすんの？するするする。え、やだ。その時めっちゃ TikTok とかで動画流れてくる。うん、めっちゃ怖い。普通にそれも見たくない。オフィシャルのスタッフがやってるやつ。そうです、そうです。はぁ、怖いね。楽しそうではあるし、
コスプレとかも何も考えずに、うん、みんなしてるから恥ずかしさとかはないけど、確かにね、うん、アトラクションの中もハロウィンになるんでしょ、あれ。いやまあ、なんかなるほど、景色が増えるんですよ、タッキーとかの。だって私ハウステンボスのハロウィンですら嫌だった。え、ハロウィンじゃないな、なんかさ怖いブースあるでしょ、うん、あ、あるある、あこですら嫌だった。そうなんや、お化け屋敷いっぱいあるとこ、あこれどんなところですか、タッキー怖そう。タッキー行こうとして、なんか。まだ始まってなかったんですよ。始まってない。来週とかだったんだよ。あー。だから、めっちゃ行きたいけど、絶対怖い。そうだよね。タッキー怖そう。あの、もう、作られた人形って分かってても、ちょっと怖いよね。うん。とりあえず、まず、あの、福岡のさ、暗闇遊園地行く。あこあこ、インドの前のさ、台東ステーションにあるさ。いつもね。あー。あこ行ってからじゃないスタートは行きたいところだ。いやいつもなんかナミは行きたがりのビビリだから、ナミ、行きたいわってたまに言うけど、絶対にサチとかが行かないっていう。で、あのみんなさ、スマホ持って一人が動画回していってよ。なんかペアとかがいいよ。お金出してくれる。お金出してくれる。行きます行きます。出す出す。やった。絶対やばい。二対二で行ってよ。私入るまで1時間かかる、多分。入り口ってなるんで。本当にそう。本当にさ、お化け屋敷とか入る人ってさ、本当に横に並んでくれる人がいい。うん、なんかもう一人で先に行こうとするとか、うん、あまりにも遅すぎて待ってる人とか。今、さっき分かるって言ってるけど、絶対行ってもらえない。一回だけ行ったことあるの、誰かに連れられて。うんうん、で、その時、前の友達がリュックから来たのね。リュックと友達と背中の間に絶対離れんようにして、うん、で友達の肩にこう顔を向けて、絶対に見ないようにして引きずられていった、うん、さ見てないのにさ、うん、キャーって聞こえたらキャーって言って。でもね、一回こうそれがねこうしていったのさ、うん、で下向いてるやん、で足元は怖いけんちょっと見て、そしたら下に生首やった時に友達が襲われてないタイミングで私の声で叫びました。友達を見てないよ。友達足元やけん見てなくて、うん、私はこうしてるけん下が見えて。下しか見えてないけど。でもね、マジで行きたいって言ってるけど、前地方の、うん、地方じゃないや、普通に近くのスーパーみたいなところで、うん、なんかそのお化け屋敷やりますみたいなのがあって。スーパーっていうか建物、ちっちゃめの建物であるって言われて、もうドアがガチャガチャガチャってなるのが最初だったので、もうそれで入り口に戻ったの。入ったのに？そう、なんか声とか聞こえず、人がダーって出てきたわけもなく、ドアがガチャガチャなっただけでもう耐えれんくて、まあ小学生ぐらいなんですけど。一人だって入ったの？いとこと一緒に入った。あいとこも割と中学校とかでかくて、うん、だけど無理だった。怖い怖い、やだグリーンランドの上だったら行ってた、うん、やだやだ、こやだ、あれ無理、怖いじゃん。なんかそこでそれだったよ。そう、うん、なんか次のインドは千春とナナミで、スマホ持って動画を回してなんか、うん、お化け屋敷とか、うん、検証系、うん、どんだけお金もらっても行かない、行きたくないと思う。そのテレビとかであるやん、トンネル行ったとか、あそれはガチは無理。自分が芸能人だったとしてどんだけギャラギャラって言われても行けないかも。あそうなん、分からん、ギャラ次第1億とか言ったら行くわ。そんなに払わん。100万行ける。いやだって私はハウステンボスにあったお化け屋敷、今なくなったけど、うん、あれで控室で泣いてた。あのなんか待たされるんですよ最初、そこと大体人がね吐けるまで、うん、そう、そこでなんかレントゲンの写真みたいな作られたやつ見せられて泣いた。結構みんなビビりだ。千春だけか、ダメかもしれん。じゃあ静香さんと行ってきます。いやごめん、それは無理。お母さん死んじゃう。心臓麻痺で死んじゃう。いやなんかオタクとお化け屋敷とかさ、いいかも。絶対怖い。絶対怖い。守ってくれそうじゃない。まあね、絶対守ってはくれる、うんうん、だってね、ついてるんだから。ついてる。ついてくれてるけんね、うん、でもなんかさ、おたちゃん同士でさ行ってるやつを見たい。なんかよくなりそう。なんだこれ、ってもらおう。なんか絆ができてる。でもそれは面白そう。リバチクワカみたいな。そこで出会いが生まれて、それの方がいいみたいな。たちはどうですか、旅行は。なんだろう、特にないけど、でも私は東京とか旅行って感じで行ってないので、ね、大体ライブがあってライブ行く、コラボカフェ行く、でポップアップショップ行くみたいな感じで行ってるから、
なんか東京とか大阪はなんかそんな旅行感があんまなくて、ディズニーとか行くにしても、うん、ついでにいろんなことやっちゃうから、うん、だからなんか何もしないために行きたいな、うん、なんか車運転したい私、車で一人で四国とか回りたい、一周、四国なかなか行こうと思うね、そう、うん、本当はちょうどコロナがギリギリぐらいの時に四国一周旅行しようみたいに言ってたの友達と、うん、でもちょうどなんか流行り始めて行けんくて、うん、諦めた時があって、なんかもう海沿いぐるっと回りたい、車で。いいね、そういうの周りだな。そうそう、だけど場所はそんなにここがいいとかないけど、うん、別になんか湘南とかでもいいよ、うん、なんかあそこ、なんか鎌倉とかもドライブコースとかあるよね、うんうん、とかでもいいし、逆に沖縄とかでもいいし、うん、なんかゆったりしたいで、なんか座ってゆっくりみたいな推しのぬいぐるみと一緒に行って推しはいるんだね、なんかぬいぐるみと一緒には行くんやけど、うん、そうそうそう、なんかその自然系やったらさ、うん、京都に行きたいけんね。あ、京都ね。そう。京都ね。京都なんか迷子になるイメージある。うん、どこ見ても一緒よね、多分。中学の実施研修の時さ、地図しかわからん。携帯とか出せんやん。だけん、その携帯で今見れる状況になって、うん、その、いろいろ調べて。前行った時、な普通に着物着て、あの金閣寺みたいなの行った。いいね、着物着たの？着物着た。冬だったから。いいね。いいわ。そう。まあ、でも寒かった。上になんか、あの何、何ストールみたいなやつを貸してもらえるぐらいの寒さの時期。で、その時、清水寺って京都だよね。うん、うん。だから工事中で、今でも工事中もしかして。前も工事中っそう、工事中で行けなかったんよね。そう、行けなくて。だけどね、今行けるんかな。いや、まだ。まだ、まだ。出来上がったら行きたいね。結構長いね。長い。そう、結構ずっとやってて、それだってこう、大学の頃とか行けん。うん、ずっとやってんだね。でも中3、うん、中2の時だよね。そう、今、去年もだった。修学旅行、息子が行けなかった。ああ、そっかそっか。そう。金閣寺と、あと嵐山の竹のとこ、うんうん、行った。ああ。竹がいっぱい。そう、でも、大学生ってお金ないやん。うん、だからいつかあれもしたい、あの人人力車、あー、うん、あれ人力車意外と高かった、あれ高いよね、そうなんだ、でも、まあ、払いたくはなるけどね、その人が、いやすごいね、私を乗せて運んでると思ったら払いますってなるんやけど、二人乗せるしね、ね、やばい、ね、やばい、夏やばそう、夏やばいと思う、あれどれぐらいの距離切ってくれるんやか、いっぱいある、何分こう、何分ぶらりコース5000円とかさ、そこまで地図で、地図があって20分とか30分とか、え普通に1時間ぐらい行ってくれるの、で写真撮るとこってかやったら泊まってくれて写真撮ってくれてとか、それはお金払った方がいいね、でも長崎にもいるよね、あるある、長園のとこにさ、今もいるかな、うん、いた、もういない、前いた、いたの、うん、そうそう、どこまで行ってくれるかは知らんけど、あのメガネ橋のとこにもいた、そう、あれ、それは知らなかった、最近見てない、最近私も見てない、やっぱり旅行行くならなんかさ、羽織物ぐらいの日がいいよね、カーディガン、夏暑すぎて集中できんし、集中すぎるし、なんか絶対暑いでとどまる時があるから、うん、でもなんかイベントごとに合わせて行くのも好き、夏やけんなんとか隅田川花火大会とか、そういうのとか、冬なら札幌雪まつりとか、絶対寒いし暑いの分かっとるけど、そういうイベントの時に合わせて行くみたいなのしたい、うん、いいね、そうそうそう、東京のイルミネーション行きたいわ。あ、わかる。なんだっけ、チームラボみたいなやつは違う？なんか、なんか、チームラボとかもやけど、うん、普通に街中が綺麗。すごいよね。六本木とか。あ、そうなんだ。あの、クリスマスの時とか、全部街路樹が、うわーって。で、その、秋だと、紅葉もみじ、うん。もみじの道とか。あ、もみじね。もみじ一丁でね。紅葉はいいよね。紅葉いいわ。紅葉いや、うち大分でさ、紅葉、あの、中津、耶馬渓ってとこが紅葉有名なのさ。うん。そうで、そこをめっちゃ車で通ってて、そう、降りたくはないけど、車の時に。紅葉はちょっと虫が、そうだね。そう、あんまり見るだけで。そう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 。いいね。ゆっくりしたい。うん。あの、箱根の温泉も行ってみたい。ああ、温泉いいね。温泉すごいいいな。うん。ちょっと雪ちらついてて、ね、雪の中で泳ぐのもいいな、ね、なんかさ、たまにさ、そんなとこに温泉あるみたいな、秘境の、そう、行ってみたい、で、雪の中の露天風呂入りたいか、入りたい、嫌な派ですか、いや、で寒いから嫌だ、でも暖かいから嫌だ、でもこっから上寒いやん、全部家とか頑張るんだよ、顔寒くね、入れればいいじゃないですか、そこはあの上がる時までが寒かったりするのが辛い、あ、まあ、
やっぱダメだな、お前。先に寒いって思わないぐらい使っとけばいいんだよ。まだ温まるんです。そう。暑いって思って出るぐらい。ゆっくりしたいな、ちょっと今の気持ちで行きたい旅行としたらゆっくりしたいの。なんか詰め込みたくない、あんまり。なんかさ、毎日詰め込むんじゃなくてさ、一回詰め込んだら一回休みという。わかる。なんかダラダラしたい。だけど、でも普通に行って一泊、延泊とかしてもいいぐらいダラダラしたい。いいね。やっぱりもう一日ゆっくりしたい。行くなら、3泊行くとかしたい。2泊3日とか、うん、前日とかだと少ない。全然私1週間ぐらい行く気でいた。長っ。だから入れるならそれぐらい痛い。ただ1日ぐらい無駄にしてもね。ね、本当に。いや、旅行行きたいですね。さて、そろそろ時間となりました。来週はメッセージ紹介のコーナーです。週からです。お題はですね、アニメの世界に入れるならどのアニメがいいですか、はい、です。何でもいいです。メッセージ待ってるので、気軽にどんどん送ってください。待ってまーす。それではここで一曲聴いてもらいましょう。ミルクセーキでミルクセーキ大作戦。のコクッティのコーナーです。明日9月2日土曜日はミルクセーキお休みで、翌日9月3日日曜日は長崎シシガーバーにてカフェイベントです。はい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 、カフェはセーラー服だそうです。おー、制服ですね。まだまだ現役いけてほしいですね。セーラー服着たら若くなるっていう。多分さ、髪色だよね本当に。あー、だって今もう似合わないって、黒髪とかで今似合わないって言われるわけがない。確かに数ヶ月前までここだけど、うん、でもセーラー服やけんね。どういうこと？いや、ブレザーとかじゃない。セーラー服って買い取るのが、うん、セーラー服ってコスプレに見やすいよね。わかる、うん、でもなんかセーラー服って可愛いって言われるやん、割と、うん、なんかこう可愛いものによっては。でも私めちゃめちゃダサいセーラー服の学校だったから、なんかその思考がね、なんかモテなくて、あんまり、うん、でも来たら可愛いんだけど、可愛いの来たら可愛いんだけどね。いいよ、持ってきてそれ着て。そっか、それもみずき今回は、はい、そうです。みずきは研修に行ってまいりますので、皆さん、みんなのセーラー服の写真をあげてください。私のためにあげんとこ、たくさん待ってるんで、あげんとこ。2週間これ、そうです。だけどみんなにあるのは3週間後かな、かな、はい、3週目、3週目、うんうん、はい、頑張ってください。頑張ってきます。頑張ってください。はい、やってきます。かましてきます。あー、もうこんな時間。今週のミルクセーキ大作戦、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますように。それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキ。